はい、はい、どうもみなさん、こんにちは、ショーブリーです。今日の動画なんですけれども、今日はイグットボール2022のセンターバック回数ということでやっていきたいと思います。ということで最近ね、動画とか配信とかでかなりね、ご質問をいただくセンターバックについてちょっと聞いていこうと思うんですけれども、まあ、センターバックね、今作、今までみたいな、まあ、フィジカルがめちゃくちゃ強い高身長のセンターバックか、まあ、そこまで身長も大きくなくて、まあ、ドリブルとかビルドアップがしやすいような、小回りの低くタイプのセンターバックかね、結構好みが分かれていて、まあ、賛否両論どちらが強いかっていう意見がね、結構飛び交っているんですけれども、今日ね僕なりに、結構センターバックを使ってきて、このセンターバック強いっていうセンターバックを、ランキング形式でベスト5から発表していきたいなと思います。まあ、あくまでね個人的な意見になるので、まあ、参考程度にね聞いていただければ嬉しいなと思います。ということで早速発表していきましょう。はい、ということで早速ベスト5発表していきたいと思います。まず5位はこちらデリフトですね。5位にデリフト選ばせていただきました。まあ、僕がね、使っているのはこのフューチャーで獲得したデリフトになるんですけれども、まあ普通に強いですね。ちょっと能力とか見ていきたいと思います。まずねプレイスタイルがビルドアップというところで、できるポジションがセンターバックと適正薄めでボランチもできるというところで、このボランチもね薄めでできるんですけれども、そこもねいいポイントなのかなと思います。あとはシンプルに、まあセンターバックに必要な能力値っていうのがね備わってますよね。まあ若干フューチャーなので自分好みには触れていないんですけれども、ディフェンス能力もディフェンスセンスボール出し90と、そしてアグレッシブネス守備意識86ということでかなり高くなってますね。そしてジャンプが83、フィジカルコンタクトが87というところで、フィジカル面もありますし、今競り合いにも強いっていうところがポイントかなと思います。ただスタミナが76というところで、まあ、少し少なめにはなってきますね。まあでもねショートカウンターだと76あると言ってしまうんですけれども、ショートカウンター以外とかだったら76ぐらいあれば十分なんじゃないかなと個人的には思ってます。でスピードが72、瞬発が68というところなんですけれども、まあ、スピードはね速ければ速いほどスピードはいいんですけれども、まあ、めちゃくちゃ速くなくてもいいよねってところで、まあ、このぐらいのスピードでもいいのかなっていう感じはしてます。そしてスキルの方を見ていっても、こんな感じで全部埋まってるんですよね。かなりセンターバックに必要なスキル持ってます。そしてその中でも注目してほしいのはこのワンタッチパスですね。多分センターバックでワンタッチパスね持っている選手は、まあなかなかこう有名どころだとねデリフトぐらいなんじゃないかなと思ってます。まあその他にもブロッカーとかアクロバティックやエアバトルとかインターセプトとか、まあマークを持ってますね。センターバックに必要なスキルはほぼほぼ全部持っているのかなってところで、ここもかなり優秀なんじゃないかなと思います。ということで5位にデリフトを選ばせていただきました。コンディションの波が小さくて逆アセドが高いっていうのもいいポイントですね。本当にワンタッチパスが持ってるんで、ビルドアップミスもねなかなか、まあ選手自体は重いけど、パス面ではしづらいのかなと思います。ということで5位がデリフトでした。続いて4位発表していきます。はい、続いて4位はこちらリュカエルナンデスというところで、左サイドバックの選手なんですけれども、今回センターバック枠として選ばせていただきました。まあリュカエルナンデスみたいなタイプの選手がね今作からセンターバックやれるっていうところが、まあ e フットボールの良さなのかなと思うんですけれども、前作ウィニングイレブンまでだったら絶対ね、こういったタイプの選手は、センターバックやれないよねっていう感じだったと思います。やっぱりねリュカ見ていただけば分かる通り、まあね僕いろんな動画でもご紹介してるんですけれども、能力がやばいですよね。まあディフェンスの能力のところがね、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネス、守備意識、全部90を超えてと、特にアグレッシブネスに関しては95を超えてるというところで、まあ、アグレッシブネス結構今作重要かなと個人的に思ってるんで、そこもいいポイントなのかなと思います。まあ、その他にもスピシュンも83、80と、そして、フィジカルコンタクトが85と、ジャンプも90ありますね。めちゃくちゃ高いです。特にスタミナも84あるというところで、まあ、スタミナの心配も全くないよねってところで、リカエルなんです。本当能力化け物ですよね。一応ね、チームスタイル、プレイスタイルは、守備的サイドバックとなっております。スキルの方を見ていってもかなり優秀で、ヘーターとかグスピンロブ、マンマークインターセプトエアバトルスライディングタックル、アクロバティックや闘争心とか持ってるんで、この選手もディフェンダーに必要な能力、スキルかなり持っているんじゃないかなと思います。ただここのね選手の特徴っていうところですね、逆足精度とか頻度がねやや低いっていうところと、コンディションの波が普通というところで、まあ、ここも不調になりやすいってところがね一番のデメリットになってくるのかなと思います。ただそのデメリットが気にならなくなるぐらいのこの能力値ですね。そしてサイドバックでも使えて、センターバックでも使えてしまうというところで、やっぱりルカエルなんですかなり強いんじゃないかなと思います。センターバックで今作起用してる方かなり多いので、そういった意味でもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでそこまでね身長は高くないんですけれども、ルカエルなんです選ばせていただきました。ということで続いて3位ご紹介していきます。はい、ということで3位はこちらクリバリですね。3位に選ばせていただきました。やっぱりね使っていて今作もクリバリめちゃくちゃ強いです。まずねプレイスタイルの方を見ていくと、ハードプレスというところで、まずこのハードプレスがね結構今作強いですね。やっぱりこうゴリゴリね奪いに行ってくれる、もうゴリゴリ当たりに行ってくれるところで、このハードプレスっていうねプレイスタイル自体がかなり優秀だと個人的には思ってます。そして身長は187センチと、まあ、そこまでめちゃくちゃ高い、まあ190センチはないというところになっておりますね。ポジションがセンターバックに適正あって、右サイドバックが薄い適正があるといった感じになっております。でこんな感じでやっぱりこの選手も、まあ、センターバックにしたら能力はかなり高いといったイメージですね。ディフェンスのところが86、91、86、91という感じで、ボールダッシュ守備式が91というところで、ここもかなり高いと思います。そしてクリバリスピードもありますね。82あるというところで、まあ、ここだけ、こんだけね足の速
早いセンターバックっていうのはあんまりいないんじゃないかなと思います。瞬発も72ありますと。そしてジャンプ、フィジカルコンタクト886、スタミナ80というところで、本当に全体的にねセンターバックに必要な能力が備わっている選手なんじゃないかなと思います。まあ一番これハードプレスっていうのはかなりポイントになってくる気はしてますね。そしてスキルの方を見ていくと、こんな感じでヘッダー、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアボトル、エサイディング、タックル、キャプテンシー、投手陣というところで、やっぱりセンターバックに必要な能力を持っているといったところになりますね。まあなんか能力だけパッと見ると、まあなんかリュカエルなんですとかの方が強いんじゃないかとかって結構思えたりするんですけれども、やっぱりなんかフィジカルの強さだったりとか、こうゴリゴリ奪ってくる感じだったりとか、そこの面に関してはセンターバックってポジションではクリバリの方が、個人的には、まあ、勝っているんじゃないかなと思いました。あと選手の特徴というところで、この選手もコンディションの波が小さいというところで、そこもいいポイントなんじゃないかなと思います。逆足の頻度と精度は普通というところになっております。まあ、やっぱり、まあ、何度もご説明してるんですけど、このハードプレスっていうところはね結構ポイントになってくるのかなというふうに思っていて、まあ、かなりボールをね刈り取って奪ってくれる印象があるので、クリバリねもし獲得してない方いたらぜひね獲得していただければなと思います。ということで3位がクリバリでした。続いて2位発表していきます。はい、ということで2位はこちらルーベンディアスということで、ルーベンをね、2位に選ばせていただきました。まあかなり強いですよね。まず、プレイスタイルの方を見ていくと、ハードプレスというところでこうクリバリと同じになってますと。そして身長が186センチ、そしてできるポジションセンターバックのみといった形になっております。まあ比較的ねクリバリと似た感じになっているんですけれども、まあ違うところが、クリバリよりもディフェンスの能力者全体的に高いというところですかね。ただスピードというところに関してはクリバリの方が速いというところで、まあスピードがディフェンス能力どっちを取るかみたいな感じの戦いになってくるかなと思うんですけれども、僕はねルーベンディアスの方が強いのかなと個人的には思っていて、ルーベンディアスを使用させていただいております。まあ言ってもほぼほぼ僅差というか、もうどっちでもいいかなって思えるぐらいのかなりのね、クリバリとルーベンディアスはいい勝負になっているんじゃないかなと思います。スピードが70で瞬発が66というところで、ここは若干遅めになるんですけれども、ジャンプ83、フィジカルコンタクト84、スタミナ83というところで、まあ、このフィジカル面に関してもそこそこありますよね。やっぱでも際立ってるのはこのディフェンス面、96、92、96、94というところで、この数値はかなり高いのがやっぱ一番のポイントになってくるんじゃないかなと思います。スキルの方がヘター、テイナーのロブ、マンマーク、インターセプト、エアボトル、サイディングタックル、キャプテンシー、投手シーというところで、ここでクリバリとあまり変わらず、素晴らしい、センターバックにしては能力を持っているんじゃないかなと思います。そしてこの選手は逆足頻度と精度が高いと、そしてコンディションの波が小さいというところで、まあ、このね逆足精度が高いってところもねかなりいいポイントなんじゃないかなと思ってます。まあ、センターバックで獲得するとなると、2番目に高い GP で獲得できる選手というだけあって、かなりディフェンスの能力値高くなってますね。僕はねこれディフェンスにかなり振っているんですけども、まあ、ディフェンスよりねスピードが欲しいって方はねスピードに、タレントポイント振ってあげて、もうちょっとスピード重視の育成とかもできると思うので、まあ、そしたらスピードもねそこそこあるし、ディフェンス能力も高いしって感じで、バランスのいい育成ができると思うので、まあ、そこはね好みによって育成していただければいいのかなと思います。ということで個人的にはねめちゃくちゃ強いと思いますし、今現在もねセンターバックでスタメンを張っているというところでルーベン選ばせていただきました。はい、ということで続いて1位発表していきます。はい、ということで1位はこちらファンダイクですね。1位に選ばせていただきました。ファンダイクに関しては結構今作好み分かれるタイプなんじゃないかなと思います。僕はねファンダイク今作最強だと思ってます。ただ人によってはファンダイクね結構重いとか持ちづらいとかっていう方も結構いると思うので、好みになってくるかなと思うんですけども、僕はやっぱりねずっと言ってるんですけど、ファンダイクねセンターバックの中だったら最強だと個人的には思ってます。ちょっと見ていくと、スキルはねビルドアップというところで、ここ若干ハードプレスなのが残念なんですけれども、身長は、ね、193センチありますと。できるポジションがセンターバックといった感じになっております。でディフェンス能力だけ見ていくと、94、92、82、85というところで、まあここだけ見るとルーベンディアスの方が強いといった感じになってますね。スピード74、64、そしてジャンプが84、フィジカルコンタクト90、まあここはかなり強いですね。スタミナが70というところは若干低めになるんですけども、まあなんかね正直能力だけ見ると、ルーベンディアス、クリバリ、そしてリュカエルなんですけど、が上なんじゃないかなと思ったりするんですけども、まあ、使ってみて、ファンダイクマジでめちゃくちゃ刈り取ってくれるんですよね。本当僕は初期に獲得したセンターバックで未だにずっとスタメンで使ってます。スキルの方を見ていくと、こんな感じで全部埋まってますね。ヘッダーとかバックインロブ、エテナロブ、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティックリア、キャプテンシードというところで、まあ、ここはね相も変わらず、素晴らしいスキルといった感じになっております。そして逆足頻度精度は高い、そしてコンディションダメが小さいというところで、ここはルーベンディアス同様ね素晴らしい選手の特徴かなと思います。まあ、能力だけ見てると本当にね他のセンターバックに本当に勝るのかなというところではあるんですけども、個人的に使っていてはフィジカルでねご利用してくれて、本当足も長くて刈り取ってくれる印象もあるので、そういった意味でかなり使いやすいです。まあ、身長は関係してくるのかな、193センチってところで、まあ、足も長いのかなというふうに思うんですけども、本当にピンチの部分で何度も何度も救っていただいて、ずっとね不動、本当初期からずっとねディビアン何回もね、もう3回かな到達してるけど、ずっとファンダイクを、ずっと不動で使っているんで、そういった意味で僕はね一番信用しているセンターバックです。まあ、ここはね正直好みが分かれる部分、ビルドアップしづらいとかボール持ちづらいとかっていう方いると思うん
ですけれども、まあ、本当にね、守備で刈り取ってほしいっていうね、まあ、思いがある方はね、ぜひ、ファンダイク獲得していただければなと思います。まあ、正直なんかフォワードで、まあ、能力そこまでめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、レバンドフスキがね、かなり強いみたいな感じで、センターバックで一番高いファンダイク、なんかこういうの AI とかあるのかな、わかんないけど、めちゃくちゃ強いんで、すごくおすすめです。はい。ということで、1位がファンダイクでした。はい。ということで、今回ね、ベスト5、発表させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、人によってはマルキーニョスとか、例えばアラバとかセンターバックで使ってからいると思うんですけれども、そういった方はね、もちろんいいと思います。ビルドアップかなりしやすいと思いますし、ボールも落ちやすいというところで、まあ、そこはね、こう、ボールの持ちやすさがビルドアップのうまさ、取るか、このディフェンスの回答能力みたいなのを取るかみたいなの好みの問題になってくるので、まあ、そこはね、ご自身の好みでいいのかなというふうに思うんですけれども、僕の意見はこんな感じというところで、よかったらね、参考程度に、していただければなと思います。ということで、今日はね、センターバック解説ということで、ランキング形式でベスト5から発表させていただきました。こんな感じでイフトボールの小技系解説系を上げてますので、ぜひ皆さんよろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。